どうも、元プロ野球選手で今は吉本の社員、石井和久です。なんかコメディタッチですね。話せる野球、僕が初めて MC を務めている話せるスポーツニュース、スポーツはスポーツが大好きな芸人さんたちと一緒に、他では聞けない深くて楽しいスポーツニュースを配信しています。楽天石井和久新監督とないよ、はい、遠いもん。大谷投手が西武プリンスドームはかなり熱いですよね。ちょっと陥没してたりとか、そして僕の友達の選手も遊びに来てくれます。カズさんから LINE で、あの大崎に来てって言われた。まあそれは石井さんに言われたら。まあ石井さんがもちょ今いるんだよ、西武に。今いたよ。ニコニコ生動画見たりとか。ニコ生見るんですか。もちろん野球以外のスポーツも取り上げていて、現役選手にもどんどんスタジオに遊びに来てもらいます。スポーツは優しい方が多いんで。そうですね、優しいですね。別に断っても大丈夫ですからね。右、左、前、後ろ、5、6、7、足田さん、7の前田さんにも、はい、よいしょ。してんのお前。したらええやんか。なかなか聞いてくれない。指導に来ていただければ嬉しいです、はい、でも辻内コーチそしたらいらないですよ。バッティングが阿部選手に似てます。ちょっと やってもらった方が。本当ですか、はい、いやちょっと待ってちょっと待って、お姉さん、もうめっちゃ恥ずかしいっすよ俺。同期のネタを今始球式、はい、お願いします。僕の始球式だったら全然いいですよ、全然そんなの。始球式僕が行きます、そしたら。はい、お願いします。お願いします。初めて女子プロ野球来ました。まっすぐしか投げないと、まっすぐもろくに投げれないんだな。今一球入魂で投げました。マル秘情報あり。キットカットってご存知ですか。よし。笑いあり。涙泣くの。涙もありのスポーツエンターテインメント番組。いいんですけど私っていう。ああ、はい。そう。僕もこれ被ってくれって言われて。すげえ。見たくない人は見ない方向で。でも見たいと思った人はぜひ見てください。話せるスポーツニュース、スポーツはニコニコ生放送で配信中。はい。そんな感じです。8時からやってます。Self-care